ユーロネクストパリは、フランスパリ近郊、ラデファンス地区のクールブボアにある、旧パリ証券取引所。戦後から、投資信託市場として栄えてきたが、今は、ユーロネクストが運営している。通常の立ち会い時間は土曜、日曜、取引所の定める休みを除き、平日午前9時から午後5時30分まで、旧パリ証券取引所のパレブロンにある、 アレクサンドル・テオドール・ブロニャールが設計した。証券市場に関する歴史的資料を展示した資料館等が入館している。ジョン・ロゴのミシシッピ会社が破綻し解体されてゆく途上。1726年、パリのホテル・ヌーベルに証券取引所が成立した。当初は一銀行が運営していたが、事業の運営母体が変遷を受けた、1808年ナポレオンが、 パリニクのパレブロニャールへ移転した。ランドマークとなっていたコリント式列中の外観を持つ建物はイングランド銀行救済の後1826年に完成したものである。1869年の統計によれば当時のパリ証券取引所で取引された有価証券の額は308億6900万フランに達したがそのうち100億フランが 外国証券であったと言われる。オーストリア・ハンガリー帝国成立前から同地域に対する投資が盛んに行われていたほか、ラテン通貨同盟の成立過程では、銀本位制が主張されるほど極東との貿易も進展していた。20世紀初頭に拡張工事が行われた。これにはエピソードが存在する。1九百五年三月、パリ証券取引処理事長のベルヌイユが、 日露戦争中に外債交渉のため訪れていた貴族院議員、高橋惚歴に提案した。それは戦後処理に関するものであった。フランスはロシア交際に巨額の投資をしているので戦争の行方を憂慮している。もし日本が無賠償で講和するならロシアが大ずるようにフランスは仲介しよう。しかし賠償なしでは日本の財政は苦しいだろうから。 戦後5億から7億円の日本交際のためにパリ金融市場を開放する。そして1913年4月、ロスチャイルドの引き受けで2億フランの外債が実際に発行された。この処理は鉄道会計法によった。1941年6月18日、BC 政権下においてパリ証券取引所は CCDVT を設立し民間資産を管理した。 1980年代にフランス版金融ビッグ版が実施された。2000年9月、アムステルダム証券取引所、ブリュッセル証券取引所との経営統合により、ユーロネクストが設立された。パリ証券取引所は、同社の運営となって以降、ユーロネクストパリの名称で呼ばれるようになった。CAC40 はユーロネクストパリで取引される。 フランスのプライム市場の主要40企業で構成する、時価総額加重平均型の株価指数である。他に、CAC40 採用銘柄に次ぐ20の企業から、なる、CACNEXT20、中型株指数の CACMID60, 小型株指数の c a c s m a l l 全株指数の c a c a l l シェアインデックスなどがある。ユーロネクストパリエス、インスタ s t a l l à la d ユーロネクスト、2017年12月1日閲覧、AB 有沢博美監修、日本証券市一日本経済新聞社1995年77ページパリ証券取引書に関するカテゴリー。ありがとうございます。